中国巨人勇夺世界第一奖杯，日本东京一夜战三王，恐怖腿法 KO 巴西之王，成功加冕 K1 拳王桂冠。他是中国巨人刘策，师从妖刀魏瑞。作为中国大级别选手踢拳第一人，刘策拿下全国自由搏击锦标赛重量级冠军。这次受邀参加日本最残酷的八人战，夺得 K1 无差别大奖赛冠军。赛制很简单，八选四，四进二，二进一。想要拿到冠军，就要一夜击败三位对手。而来参加的高手都是踢拳领域的佼佼者，有冠军种子选手，罗马尼亚国家踢拳冠军瓦伦丁。2023年 WGP 轻量级冠军巴西选手阿里尔马查多，意大利的 ISKA 欧洲重量级冠军克劳迪奥伊斯特拉特。而刘策的第一场比赛就遇上了罗马尼亚选手瓦伦丁。瓦伦丁是本次八人赛中体重最重、力量最大的。瓦伦丁体重长期保持在110千克以上，他也是当晚被看好拿到冠军的人选之一。中国选手刘策霸气出场，很多人嘲笑刘策是来日本一轮游的，但是身后的国旗给了刘策无穷的力量。前任 K1 冠军的中国获得者魏瑞更是为刘策保驾护航。就让我们看看这场比赛鹿死谁手吧。日本へ K の中央へ。ルーマニアのエースか、それとも中国のニュースターか。鮮やかに舞うかドラゴン、上り詰めるか頂点へ龍。同じく中国、あのウェイルイのあのインパクトを超えていくんでしょうか。やりました。中国のリュウツアーか、それともルーマニアのバレンティン・ボルディアヌか。龍は195センチあって腹筋バリバリに曲げてますね。そうですね、鍛え上げられているというスピードのあるファイターです。中国キック界の新たなスタート。很快比赛开始了，刘策一上来就踢出一脚，这是他的杀招卡夫踢。就是卡夫踢和低扫在动作上看起来相似，但实际上他们是不同的招式。低扫是武术和搏击运动中的一种腿法，是指用小腿快速踢打对手的技巧。低扫的杀伤力较高，但威力相对较小。而卡夫踢是 MMA 界特别流行的一种专踢小腿肚子的踢法，这一招主要破坏神经。这一招简单有效破绽小，对手还非常难防御，如果不学会这一招可以说是亏大了。卡夫踢给瓦伦丁带来比较大的麻烦。パワーあるんだろうなっていう感じしますよね。そうですね、まあ、中国といえば平子さん、あのウェイルイがね、2017年初めてライト級チャンピオンになりましたからね。なんか中国人選手独特のこの骨の硬さ、ナイスジャブ、その雰囲気ありますね。そうですね、ボルディアンヌがね捕まえたいけどちょっとスピードでね、ついていけないですね。そうですね、一方ルーマニアの激闘王、3度ルーマニアの頂点に立っているキックのボルディアヌです。どっかでぶん回してきそうですね。そうですよね、両フックきます。まあでも徐々に徐々にねこう詰めていってこう自分の距離にボルディアンヌはしようとしてますね。そうですね、リュウ、おー、ナイスローキック、リュック一発当たれば終わるというこの階級です。3試合全く問題ありませんと、体力には自信があるとボルディアルです。全ての試合で1ラウンドまたは2ラウンドでノックアウト勝利すると宣言しました。おっと、これでもリュウのローキックもかなりいいと思う、はい、強いですね。切れ味ありますね、はい、引いてきちゃいますよ。中国重量級の顔、右のロー、ローかローというかカーフですかね。カーフですかね、足流れましたかね、はい、ふくらはぎの方も高いですもんね、右の袖の外側かなり赤くなっています。ボルディアルです。追い詰めていきたいボルディアル、これ、ね、コーナー詰めたいですよね、はい、ボルディアル、ね、ここでこうどう勝負するかですね。この距離はボルディアルですね、はい、やっぱりこうコーナー詰めて逃げ道をなくすっていうことがやっぱり大事ですね、はい、あでもローキック効いてるな、ちょっと右のローから右のフック気味、蹴りか打撃をつないできた、タフ前に来るボルディアルです。的確に当ててくるのがリュウツアー。刘策不愧是身高1.95米的汉子，刘策诱敌深入，主动和瓦伦丁换拳，然后一记后摆拳迎击击倒对手。瓦伦丁倒地后，裁判给予读秒，但是重量级全力一拳完全无法抗衡啊！最终瓦伦丁不能继续比赛，被刘策一拳 TKO。更惨的是，比赛结束后一瘸一拐的走下拳台。体の大きさ持ってるとは思えないスピードとテクニックですね。ああ右クロス、はい、これ来ましたもんね。そうですね、
打撃避けた後の右クロス。これ左に対してね。スピード抜群、切れ味抜群でした。テンプルに入りましたね。巨漢ボルディアヌが立ち上がることができませんでした。中国結界のニュースター、ストライカー、リュウツアー、その力を見事に示してくれました。見事に準決勝、セミファ。刘策成功进入半决赛，这一次对上了巴西选手阿里尔马查多。阿里尔马查多。超天野ハードパンチャーブラジル。さあ、マサトさん非常に楽しみな対戦になりました。このリュウ選手はね、第一試合。很快比赛开始了，刘策这一次在体力上占了大优势，因为刘策是一回合就 KO 了对手，而巴西选手却是整整打了三个回合才和对手决出胜负。刘策休息的时间是比较多的，巴西选手身高184，体重104公斤，还是 WGP 轻量级冠军，是一个比较棘手的对手。他重い肉体を持っているのがアリエルマチャド。ただスピードがあります。リュウツアー195cm。99.2kg、はい、伸びてきますね。手足の長さがあります。フットワークの軽やかさもあります。スピードとそしてテクニックで勝負してくる27歳がリュウツアーです。ゆっくりゆっくりね、プレッシャーかけてますよ、はい、鉛のような緊張感、ほとばしる情熱。ここは横浜アリーナ。やはり刘策再一次用绝招卡夫踢、非常的有用啊。さまざまな手の耳、そして右の口から出血が1回戦はありました。ミハイル・トゥルンスキーを打ち破ってのこの2回戦、準決勝に駒を進めています。非常にこのカーフは効果的。リュウツアーマチャドも出てきましたね、やっぱこのまま下がってるとやっぱ足効かされちゃうんで、はい、そうですね。両フック狙ってくるでしょうか。距離を縮めてきました。距離縮めて自分のパンチの距離に今しようとしてますよね、はい。ミドルから左右、よし、プッシュ。この K1 にブラジルの血はなくてはならない。しきりにカーフを狙ってきますリュウツアーです。これもカーフ前蹴り。アリエル・マチャドが自分のらしさをどこで出してくるか。右のストレート伸ばしてくる。马查多知道刘策的腿法厉害，他明确战术，直接近距离打击，果然打出了几记具有威胁性的组合拳。右のミドルを入れてきた。足技も使ってきています。さあリュウツアーが少し下がる格好を嫌がっている。まだあと45秒あります。また左フック、左フック、右のガード下がったところです。マチャドが狙ってきます。前蹴り、距離を取る。来た、マチャドがじわじわとプレッシャーをかけてきた。やりそれと、リュウのジャブはいいですね、さあ標識になります。あと10秒、マチャドがプレッシャーをかける。右、徐々にではありますが、ブラジリアンハードパンチャーのアリエル・マチャドラッカ。第一回合结束了，巴西选手走路太不稳当，刘策的这个卡夫踢是真的有杀伤力啊。让我们看到第二回合，巴西选手的拳法开始发威，一度把刘策打得狼狈不堪。プレッシャーかけてきましたね。嫌がってますね、刘策。やばい、おお、左ステルク。左ダス。マチャドが前に出た。逆に言うとこう大きい選手に前に、はい、出られるとやりにくいんですよ。なるほど。マチャドからすると少し下がってますね、はい、プレッシャー感じちゃうんで下がらせた方が。ただこれはすごくパワー使ってるんですよ、あのマチャド。なるほど、体力削られてるわけですか。あの自分の出力をすごく出してるんで、はい、パワーはすごく使いながら、巴西选手找到机会，重拳就往刘策的脸上砸，命中率十分的高。几十秒过去了，刘策一边的脸上都被巴西选手打肿了，刘策怎么可能束手就擒？他一边控制距离，一边用卡夫踢坚持踢对手的左腿，简直是在巴西选手的神经上蹦跶。今度は打撃ていく。カンターを持っています。高速カンターを持っているのは中国のリュウツアー。まだ2分以上あります。下がった。少しマチャドが下がり始めた。左で捕まえるか。ただ前に出る、この距離はマチャド。膝から右の打撃、おお、膝。ブラジルのキックボクシングライトヘビー級のチャンピオンがアリエル・マチャド、左。マチャド効いてるんですけどね、はい、やっぱこの辺のやっぱリュウはあの経験が少ないんで、はい、前に出てこられると効いてないのかなって勘違いするね。なるほど、リュウツアーはまだプロ8戦目です。中国キック界のニュースター。聞いた時に下がっちゃうとやっぱりこう、あ、確実に聞いてるな。刘策的卡夫踢
太猛了，踢的巴西选手把左腿藏在身后，避免被刘策再次击中。结果刘策直接来了一记卡夫踢，重重一击打在了他的右腿上，打的巴西选手一个踉跄摔倒在擂台上。又是同样的画面，又是同样的结果，巴西选手马查多无法再战斗了。中国の大きい選手で今までなんか重くて硬そうな選手ってたくさんいたんですけども、ここまで大柄で速い選手って僕初めて見たかもしれない。なるほど、今までいなかった。刘策 TKO 马查多成功晋级决赛。中国选手距离 K1 世界金腰带只有一步之遥了，唯一的阻力就是这位来自意大利的 ISKA 欧洲重量级冠军大胡子克劳迪奥伊斯特拉特。克劳迪奥伊斯特拉特 K1 30人ここに残りました。93年産声を上げた代々木、あの時と同じように。很快比赛开始了，和其他人不同的是大胡子早有准备，在比赛中换成反击架阻止了刘策的卡夫踢，废掉中国选手的绝招之后，大胡子紧接着使出李逵的三板斧，对着中国选手一阵重拳输出啊！但是他低估了刘策，对于大胡子的攻击刘策全部照单全收，大家都以为他冠军无望，没想到刘策居然抓住了机会，一记卡夫踢击中了大胡子的小腿，大胡子痛苦地跳了起来，立马逃跑了。刘策乘胜追击，第二次再次击中，接下来就是刘策的狂暴时刻。大胡子举手示意裁判帮忙，裁判理都不理。刘策又是一记有力的中扫，然后是一记低扫，将大胡子踢倒在地，痛苦哀嚎啊！裁判见状叫停了比赛，又是一次 TKO， 刘策一晚 KO 三位选手，成功加冕 K1 世界冠军。来自中国，这是我第一次来到日本比赛，也是第一次参加 K1 的比赛。我觉得这是我人生的第一个冠军，但不是我的最后一个。我的老师是魏瑞，他代表中国拿过一条 K1 的金腰带，他说过，第二条 K1 的金腰带也会出现在我们的俱乐部。如果我不能在我最擅长的事里面取得成功，我觉得我的人生毫无意义。谢谢大家。刘策获奖的话感动了许多人。刘策的夺冠不仅代表着中国自由搏击选手在世界上的超强实力，更代表着中国搏击广阔的未来。ゴールドのウィニングラウンが無差別級トーナメントを制しました。このリューツァーの頭に今乗せられました。1年を記念して行われた無差別級トーナメントですが、来年からはこの世界予選通常。这场比赛大家喜不喜欢呢？谢谢大家的观看，喜欢的话长按大拇指点赞就是最大的支持。再会。